はい、どうもこんにちは。はい、こんにちは。スプレーチャンネルです。はい、スプリットボード第3弾3弾目まで来ましたね。長いねついに、はい、一番ベールに包まれている、はい、シールの世界を説明したいと思います。シールの世界ですね。なかなか難しい世界なんでね、ここね。はい、うちもこの3種類取り扱ってます。はい、 G3 ってメイクと G3、コンツアー。コンツアー。はい。で、今年から始めたこのポモカ。ポモカ。はい、まあ。うちが今年から始めたって言っても、シールの歴史的にはすごい古いので、昔からある。ああ、そうなんですね。それぞれ、まあ、この3ブランドをお店でやってるんですけど、はい。それぞれ違う特性があって、へぇ。ちょっとまずババッと説明します。はい。G3。はい。価格的には一番値段が安いんだよね、これ。ああ、お求めやすい感じで。そう。これを初めてのスプリット、をやる人たちが結構使ってる率が高いんだよね。ああ、そうなんですね。それなんでかって言ったら、はい、今これ透明なフィルム剥がした状態で、はい、このグルーってこう、糊の面を剥き出しな状態で置いてあるんだよね。ああ、ペタペタしてますね。そう。専門用語でいくとグルーって言って。グルー。グルー。糊なんだよね。はい。そう。こう、水滴がついてようが、多少ちょっとこう、雪がついても、ささっとほろったら、スプリットモードにベタッとこう貼ることができるんだよね。へぇ、貼ったり剥がしたりとかするのが、とても簡単でっていう。あ、まあ、入門編とか、こう、初めて使う人が多いっていうのは、なんかそういうことからなんだけど。ああ、そうなんですね。誰でも、こう、ビタッと、綺麗に貼れる。へぇ、雪がついてても、水滴がついてても。はい。ただ、こう、保管がちょっとナイーブで。はい。保管がナイーブ。そう。冬の間はすごい寒い状態で。はい。じゃあ、春とか夏の間の、その気温が高くなって使わない時期をどう過ごすのかっていうところがとても大事。ああ、そっか、ノリだから。そう。これこのまま部屋保管とか下駄箱とかに入れといたら、はい。もうこのグルーが、もう溶けてベロベロベタベタになっちゃって、はい、でしょうね。そう。で、板に貼ってシール剥がしたら、その糊が板の方についちゃったりして。うわ、最悪だ。でもそうなったらもう再生することはできないんだよね。もう。グルーの貼り替えっていうのしかなくて。あ、そうなんですね。なんかこう、熱のコテみたいなので糊剥がして、はい、まあ、新しいそのシートのグルーをこう貼って、また顔をカットして作るっていう感じ。うわ。まあ、アウトドアショップとか行ったらこう、7、8000円とかでグルーの貼り替えとかもやってくれるんだけど。はい。でもそういう風にしないともう元には戻らないっていう。かなりきついんですね。そう、紫外線にも弱くて、はい、もう高温多湿なところに弱いんだよね、やっぱり、ね。へえ。なのでシーズンオフは自分も使ってたんだよね、この G3 で、はい、うん、コンツは使い始めて今ポモカってこう全部を使ってみて全部を試したんだよね、はい、G3 の保管はもう綺麗に乾かしたとしてチートシートって、うん、こういうシートがあるんだけど、はい、まあ、それに貼って綺麗に畳んで袋に入れてしまうんだけど、その際にジップロックに入れるんだよね。はい。で、ジップロックにせんべいとかに入ってるようなあの乾燥剤みたいな。ああ、シリカゲルみたいな。そうそう。はい。それを一緒に入れて空気抜いて冷蔵庫とか冷凍庫で保管する。へえ。要はこう冬の状態、乾燥してる冬の状態を作っとく。なるほど。寒い状態。冬の状態。そうすると長持ちするっていう。へえ。でもね、うまく使っても自分もそうだったけど、5年、6年いったら、おお、頑張ったねって感じになるんだけど、あ、まあ、そうなんですね。なんか消耗品みたいな感じの分野でもあるんだよね。はい。まあ、そんな感じの保管の状態がやっぱなかなかこう難しいっていうか、はい。でも、貼りやすいし、ビタッと貼らさるっていうところが、あ、うん、売りなんだよね、これね。はい。次のこのコンツアーってやつは、はい、このグルーって糊と比べてまた違う素材で、シリコンってね。シリコン、はい。こう吸盤みたいな感じで、はい、グリップする感じ、グリップする感じ、はい、そう、それがこうベタッと張らさることによってシールとしてのグリップを生んでるんだけど、へえ、まあ糊ではないからやっぱこう水滴がついてたりとか、ね、はい、雪がちょっとでもついて、ちょっとでもでも雪が多少ついてるとちょっと張りが悪くなってくるんで、ね、ああ、なるほど、糊とは違いますもんね。そうですね、うん、なんだけど乾かしてまた元に戻ったらまた同じ状態になるんで、ああ、まあ、メーカー的にも半永久的に使えるっていう、ね。ああ、確かにそうかもしれないですね。クリーニングするものも出てて、はい。ね、クリーニングスプレーって言って、はい。セロハンテープも、こう、粘着面を、こう、指とかでこう、ねちゃ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 ってずっと触ってたら、だんだん粘着が悪くなってくる。そうですね。うん、けど、このスプレーで、ベタベタしてる面に、こう、チュッ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 ってかけて、スポンジとかでこう、撫でるように、拭うように、剥ぎ取るように、こすると、またこうベタベタが復活してくるんだよね。へー。私、
コンツァー買ってる人はもうこれもセットで買ってるっていう人が結構多い。そうですね、あるといいかもしれないですね。なんか中性洗剤で流水で洗ったりとかもできるんだけど、それよりももうこれがもうダントツで復活する。あ、そうなんですね、うん、でもう一社今年から始めたこのポモカって、ポモカ、はい、これはグルーなんだよね、のりなんだよね、はいはい、そのベタベタしてる面が。さっきの G3 と一緒ですね。あ、 G3 とそう同じなんだけど、そのグルーが強くて、 G3 はベタベタしてる面同士ひっつけたらもう大変なことになっちゃうんで、うん、もうどっちかにのり移っちゃったりとかして、はい、うん、もう使い物なんだものになる、ま、一瞬ついてバリって剥がす分には大丈夫なんだけど、はい、貼り合わせた状態で何日も置いたって剥がしたらもう使えなかったって、やっちゃったーってやっちゃったって結構あるね、はい、でもこれはグルーなんだけど、ベタベタしてる面同士ひっつけても大丈夫っていう。そう、これ優れもんで、へー、しかもその歩くシール面もめちゃ薄くて軽量化されてる。あー、うん、すごい。でも俺もこれ使ってるんだけど今年、はい、でやってみて、そのベタベタしてる面グルー面同士をひっつけたんだけど、はい、もう強力すぎて剥がすのめっちゃ大変でこれ女の子だったら多分絶対剥がせないと思う、ね、ああ、剥がせることは剥がせるけど、そう男性の腕力じゃないとちょっと無理かなっていう。 それでもなかなかの力でこれビビビビって剥がさなきゃいけないから、ね、いやーってやらないとダメなんですね。なのでイージースキンセイバーっていう、イージースキンセイバー、そう、こう袋状になってて、はい、手に履いてね、これ手に履いて、はい、でこの手で握るところに先端握ってそのままこうベロベロベロってひっくり返して、はい、この袋自体にこうシールを貼っていくっていう。あ、うん、それにわざと貼って、そうなるほど、糊が残らない、こうひっつきづらい素材になってて、あ、うん、これとても便利で、よく考えられてますね。しかも現場でやらなきゃなんないから、はい、ね、ボーボー風吹いてる、吹雪いてる中でシール貼ったり剥がしたりとかモードチェンジしなきゃならないってなった時に、もうこれも超使えるんで、ね、ああ、そうなんですね。そう、まあ、あのチートシートって網のマットに、うん、もうブワーッと風吹いてるところでそれに貼るのも絶対無理だから。ああ、うん、いやでも結構そのバックカントリーとかでその袋みたいのにこう布みたいなやつにペタペタ貼ってるなっていうのは見たことはあるんですけど、はい、そう、これがそうなんです、イージースキンセーバーっていう。へえ、これスキー用とスプリットボード用のファットっていうの2種類出てて、ああ、そう、ちゃんと出てるんですね。2970円、安い。スキー用はもう何百円か安かったかな。へ、でもちょっと幅が狭いので、スプリットボードって板幅が広いからシールの幅も広いんだよね。あ、確かにそうですね。なのでファットっていうやつの方が、全体的に、覆いかぶされるような感じがします。あ、はい、で以上この3種類をやっていて、はい、今セットした、前回セットした板に、G3 のシールを貼ってカットするところも見せたいと思います。はい、はい、それでは G3 のシールを貼ってカットしたいと思います。はい、はい、透明なシートをもう剥がした状態で置いてあったので、はい、直接貼っていきますよ。はい、で板もなんかゴミとか乗っかってると、このグルー面に、のり面にゴミも一緒にひっついちゃうんで、はい、綺麗な状態がいいですね。はい、はい、ノーズのフックを引っ掛けて、はい、シールを貼っていきます。はい、この時に気をつけなきゃならないのは、はい、このセンター側のこのインエッジって言われるところも、はい、ちゃんとしっかり見せるっていうね。わかる？ああ、本当だ、エッジ出てるじゃん。エッジ出てますね。そこを見える状態で貼っていくっていうね。これはなんでエッジを出さなきゃいけないんですか？これ要は片車に登った時に少しでもこうエッジが効くように。あ、そうか、エッジ隠しちゃったらエッジ効かなくなっちゃいますよね。そう、エッジ効かなくなっちゃうね。確かに、まあ、こう斜めに行ってこうズリッと下がった時にこうガシ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 って言ってこうエッジが効くようにエッジを出す。ああ、そっかそっか、そのためなんですね。ちゃんとエッジが出てます、うん、これ優れてんのが、はい、G3 のカッターが、そのシールカッターがとっても優れてて、はい、おお、これが専用のやつが、そこについてる、付属されてるっすね。へえ、うん、まあ、シールと板の間に入れてピューって引くだけで簡単にシールカットができるっていうやつなんで、カットしたいと思います。はい、はい、なんかドキドキしますね。するでしょ、うん、先端からこうシールの間に、はい、要はこのプラスチックの部分を、はい、差し込んでいってゆっくり引いていきます。おお、しかもこれ分かる、またエッジ出てるの分かる、
出てますね。そう、これエッジ分を計算してちゃんとカットしてくれるんだよね。すげえ。なんかカンナで削ってるみたいな。はい、おお、カットできました。はい、はい、でこれで両側インサイドエッジもアウトサイドエッジもエッジが出てる状態でシールカットができましたっていうね。はい、両方出てますね。そう、おお、綺麗。これ完璧です。まあ、これだけなんですね。はい一応こっちもカットしてみるかい。はい、おお、本当に綺麗にいきますね。で板によっては、はい、これ G3 の専用のテールフックなんだけど、はい、もう板の形状によってこれ左右入れ替えたんですよね。こうテールの形によってはもう使える使えないっていうのが出てくるんで。ああ、そうなんです。キーっていうか、あのスプリットの形状によって。そうなんだね。こう G3 から出てるツインチップコネクターとか、はい、うん、これもピンテールとかになるとこうカチャッとこう、でもストラップの出てる位置とかによって、まあ、これも使える使えないとか出てくるので。へえ、そしたらその板にはどれの何のアタッチメントがつくのかとかっていうのが決まってるって、ね、そこが一番難しいんだよね。そう、うちらは何本もカットして何本も作ってるから、はい、なんとなく分かんだよね、はい、どの位置からテールストラップが出てるから。しかもこう長すぎるとあまり引っ張れるところがなくてなかなか力入らないとか、はい、でもシール面積はできるだけ広い方がいいからグリップ力が強くなるからね、はい、だからシール面積もある程度稼いだ上で使い心地、登り心地が良くないと。あー、確かに。そうなんですよ。そこが一番難しいとこだなってやってて思う。あー、でもこれってでもどの板にどれがっていうのって一般的には分からないから、やっぱりショップに絶対相談した方がいいですよね。何使ったらいいですかってやっぱ聞かれるんだけど、はい、うん、で全部説明するんですね、はい、うん、てな感じで G3 のシール、カットして貼りました。はい、次はコンツアーとポモカの方を貼っていきたいと思います。はい、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 続きまして、はい、コンツアー、コンツアーの方ですね。これね、はい、はい、コンツアーのシールをカットしていきたいと思います。はい、はい、これがシリコンって言ってたやつですよね。前回の G3 に比べると、はい、このベタベタの面がそのノリグルーっていうものとそのシリコンっていう素材違いっていうかね、はいはい、まずはこのシールの裏面のこのフィルムを剥がしていくんですけど、またこっからもなかなかテクニカルなんだよねそう、これを剥がしてってシリコンなんだけど、なんかこうちょっとベタベタしてる感じ。はい、ちょっと触ってみる。あ、本当だ、ちゃんと粘着性がありますね。そうなんだよね、はい、シリコンなんだけど、でもノリではないんだよね。はい、これもあのノーズの形にこう、はい、フックがオフセットされてるので、はい、ノーズがかかる方向っていうのを見極めて、まあ、こっちにはこう入らないっていうかね。ああ、ちゃんと方向があるんですね、うん、そう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 、右左があるので、はいはい、はい、貼ってきますよ。はい、でこれのポイントは、はい、G3 はあの専用のカッターがついてたと思うんだけど。ああ、ありましたね。そうそうそう、一応コンツアも専用のカッターがついてるんだけど、はい、これカットの仕方がちょっと違くて。あ、この間のやつと違うんですね。そうなんですよ、このシールとボードの間にこうカッターを差し込んでピューッと引いていくとエッジが出るっていうすごい便利なカッターだったんだよね、はい、G3 のやつ。そうですね、そう、コンツアのやつはぶっちゃけ言うとただのカッターでそう、切ったら自動的にエッジが出たりとかする便利なカッターではない。あ、なるほど。そうなんですか。なんかそう逆算して考えると、はい、これちょっと見てもらってもいい？エッジ2本分をこう外側にずらして貼って、で外側をカットして真ん中に貼ったら
エッジが両方出るようになるっていう。なるほど。そう、事前にちょっと準備が必要なんだよね。ああ、前回はエッジだけ出てた感じですよね。そうそうそう、エッジを出してる状態で貼ってカットしたら、カットした方のエッジも出るようになるんだけど、はい、G3 の場合は、ね、はい、コンツァーはそうではなくてただのカッターまあなんかこうちょっとガイドがついてて、当てがってピューって引くとそれに合わせてカットされちゃうから、はい、エッジだけ出してカットしたらエッジ分幅広くカットされちゃうんだよね。なるほど。逆算して、あ、そう、エッジ2本分出して、あ、なるほど、カットして真ん中にずらしたら両方のエッジが出ますよっていう、はいはい、そう、それを理解してカットしないと、はい、そんなちょっと危ない目にしかもエッジ1本分だけを後からカットするのってすごい難しくて、いや絶対無理。そうなんですよ、その柔らかくて細いのを切るのはちょっと難しいから。そうですよね。で貼って余ったところを先にちょっとカットしてしまって、はい、アウトエッジ側はエッジが余ってる、余ってる感じですね、うん、そう、シールが余ってる状態なので、はい、でここにカッターの刃の部分がついてるので、はい、これ動いてるでしょ。動いてますね、うん、これをサイドウォールにこうグッと力いっぱい当てた状態で、はい、板に押し付けるっていう、でそのまま引いていくっていうね。結構グッと押さえ込んで大丈夫なので、はい、はい、おお、これでちょうど、そう、板の、そう、エッジ際で切れてるような感じになるでしょ。際で切れてますね。そう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 、2本分のやつを真ん中にずらしたからちょうどエッジが、そう、真ん中に入るとね、出てる感じになりますね。そうそうそう、うん、なるほど。こういう風に貼るっていう、はい、もう一本の方も貼ってしまいますよ。はい、まあ、ある程度テールの形状に合わせて、うん、ここも落としておきます、ね、ここからテールフック作っていきたいと思いますよ。テールフック、はい、はい、シールと一緒に、はい、このテールフックのカバーと、はい、テールフックと穴開け、リベットで留める穴開けのポンチ、はい、はい、テールフックを留めるリベット、はい、これ一緒に付属されてます、はいはい、これを作っていくんだよね。おお、自分でこれも作らないとダメなんですね。そう、穴開けてハンマーで叩いてリベットかしめて、はい、テールの形状その板に合わせて作っていきます、はいはい、自分が用意してるのは、油性のマジックと、はい、定規、はい、できるだけ左右、はい、同じような位置、同じような角度で、はい、テールフックをつけたいなって思うので、はい、左右が同じような角度になってるのかっていうところを、はい、目で確認しながら、はいはい、まず当てがってみるっていうね、はいはい、まず確認ですね。そうです、はい、でその状態でマジックでテールフックの位置にマジックで印をします、はいはい、取るとこの位置にテールフックがつくよっていうのが分かるようになるね、はい、こうシールカットする、テールフックがつくっていうところを、はい、できるだけこう90度になるような感じのライン取りを選ぶっていうね、はい、なるほど。そう、ここが結構ポイントで、入りすぎたりとか、うん、入らなさすぎたりとかするとこうテールを巻き込んだ時に、はい、うまく巻き込めないので、できるだけこう90度になる位置を見定めて、このラインに対して90度ですね。そうね、そう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 、結局この余ってるところを折り返してポンチで穴開けてリベットを打つっていう感じなので、できるだけこう直線上がいいなって自分的には思ってて。 OK、へー、まあね、なんかこう仕上がりの美しさもそうだし、まあ、当然こう作りやすい使いやすいっていうのも、まあ、大前提。そうですね、はい、やっぱり使いやすいと嬉しいし、そうそう、綺麗な方がいいし、うん、ってな感じで、ここをカットします、はいはい、
でこれカットする時も、はい、まあ、これ直線で切りますよって言った時に、はい、この板のインサイドエッジ側にこう貼って直線を作って、あーなるほど、そうそう、でこれでさっきのやつ これでこうまたこうピューってこうカットしていくってね、頭いい、そうでこれ直線上に切れるようになるね、これね、さっきのマーキング通りに切れましたね。マジック残ったら嫌だから、はい、こうちょっとだけ内側に入れたりとかして、ね、あー本当だ、うん、まあこう線が見えないように。このシールすごいかっこいいんだよね、この山の等高線の模様が。あ、確かに。そう、もうみんなジャケ買いしてる人めっちゃ多いからで、こう折り返してポンチで穴開けて、はい、リベットで打つっていう感じなので、はい、これここにメモリ切らさってるんだけど、これ 1,2,3 って書いてあるね、はい、でここのこう1っていうところぐらいが、はい、折り返してこのカバーをつけて、はい、ちょうどいい位置ぐらいなんだよね。ああ、そうなんですか。そうそう、なのでこの位置をこうテールフックのこの位置に合わせて、はい、でこうマークして、でこの位置でカットするっていうのね。へえ、さらに一手間。そうなんですよ、ここ適当にカットしないんだよね、こうね、後で折り返してそこをこう厚ぼったくなるから、はい、あんまり長いとはみ出てしまうし、短いとリベットの位置に届かないから、でこれもさっきと同じようにまっすぐの位置に合わせてカットしますからね、これね、はい、はい、でこうベタベタ触ったり、シール同士がこういうふうにこうなんかグルーメン同士がこうやってひっついたりとかする様を見ると、はい、G3 にはこのテクニックはできないんだよね、やっぱりね。あ、そうですね、これシリコンだからこんななんかはいはいはいってやってるけど、はい、こうグルーメン同士、前回にも言ったけど、ノリ面同士がひっついちゃったりとかして長時間置いとくとどちらかにノリが移っちゃったりとかするから、はい、うん、それ結構大変だって言ったんで、そうですね、そう、これはもうシリコンだからできるっていうか、はい、カットしました、はい、あとこれ折り込んでポンチで穴開けてこのカバーつけて、さっきのテールフックと一緒につければもう形完成なんだけど、こっからもう新井がこだわってるもう一手間、もう一ポイントあるわけですよ。はい、さらにそう、こっち90度にカットした、はい、でもこっちは90度なわけじゃないんだよね。ああ、そうですね、そうだからこっちをできるだけ90度に近づけたいっていう、はい、もう自己満足っていうかそれ必要ですかって言われたら、まあどうなんだろうね、まあでも雪入りづらいしあったらあったでいいと思うんだけどねつって、でこっち側をカットします。これちょっと違う板、うちのレンタルとか、まあ、自分の板なんだけど、はい、これのこのテールの R を利用して、はい、でここにこう当てがった状態で貼っつけて、はい、ここをこう湾曲にカットするんだよね。へー、まあ、これはまあ本当にこう自己満足の世界っていうか、うん、絶対そうしなきゃならないわけじゃないんだけど、そうすると雪が入りづらくて、テールフックもリベット打って作りやすいっていう感じを自分もなんか経験から見極めて、はい、うん、なんかこういう風にしてるんだけど。へー、はい、これで両方ともテールカット、はい、さらにオプション付きですよでもね、結局はなんかお店でカットして、はい渡しますよって言って、はい、まあ頼んでよかったなって思ってもらいたいっしょ。いや、そうですよね、うん、結局はね、なんか美しい感じにカットされてるなってなったら、やっぱり買った側も嬉しいですよね、うん、僕だったら嬉しいですね。もうその板に対してもう専用のシールになっちゃうので、はい、うん、そこはもう結構大事に大切にしたいなと思ってて、はい、次は、はい、歩いてたら分かるんだけど、ノーズの先端部、はい、この膨らんでる部分ね、ノーズの、はい、要はこうシールを貼った状態で、まあ、ここが結構膨らんでるんだけど、はい、やっぱこう一番雪が入りやすい場所でもあるんだよね。なのでここも余分なところをカットしてしまうっていう、はい、うん、暴挙に出ます
そんなシール面積狭くして大丈夫です。結構シールって一番使ってる場所ってビンディングがついてるところから後ろとかなんだよね。そこがもう6割7割シールの効果効力を発揮する場所で、確かにそうかもしれないですね。そうノーズ側って正直言うとそんなにシールがこう効いてるっていう感じではないんだよね。あそうなので雪が入ってそこからどん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 シールが剥がれてきたりとかってするのを防ぐためにも、はい、シールカットのラインも結構シンプルにします。はい、ね、じゃあつってでも俺慣れてっからフリーハンドでピューっていっちゃったけど、はい、これ切るの結構緊張するんだよ ね、 なんかね初めての人はちょっとあれです ね、 ねよく確認しながらの方がいいかもしれない。見ると大体これ同じような大きさになるんでしょ。これだけでノー全然違うからね。ああそうなんですね。そうここ余分な膨らみがないから雪が入りづらくなるので、へえ。でこれで終わって次テールフック、作っていきたいと思います。はい、はい、さっきこう90度にしましたっていうのもこう見極めて、はい、で大体このテールフックの幅ぐらいなんでね、さっきのマーキングして、ここをカットしたっていうのが、はい、で折り返す折り返す、はい、これさっきのマーキング、そうそうこの線ね、はい、ぴったりですね。そう大体出てるでしょ、はい、でこのカバーはこのテールフックのこう上につくようになるんで、こうね挟み込むようにつきます。はい、はい、外側から挟んで、あそうかこれを打っていくわけですね。そうそうこれポンチで穴開け、シールに穴開けてリベットで打っていくっていう感じなんでね、はい、うん、まあグッグって指先で奥に入れながら、上も下も同じぐらいに幅になってるかなっていうところを見定めて、ここの穴にマジックで印をしていきます。はい、はい、ねずれないようにね、はい、で取ると黒い点々点って跡ついてるでしょ。ついてますね、はい、ここ穴開けてきましたね、はい、はい、こちら側もやります。はい、これで穴開けてきますよ。はい、はい、できれば、はい、床がなるべく硬いところの方がいいです、はい、力が伝わりやすいので。そうですね、そうなんでね、なんかホームセンターとか行ったら、はい、リベットとか穴開けポンチのコーナーとかに一緒に置いてあるんですけど、はい、これなんかあの貫通しない、あ柔らかいんだけど硬いんだけどみたいな、はい、こうもう跡はいっぱいついてるんだけどもう貫通しないっていうね、はい、力いっぱい叩いても大丈夫っていうね、はい、そんなのそんな台座も一緒に売ってるので、まあね1回だけっていう感じでなんか買っちゃうのもったいないけど、でも綺麗に作るためにはこれが絶対必要なので。そうですよね、うん、穴開けないわけにいかない。そうね、穴開いてるでしょこれね。開きました、うん、ね、さっきマジックでマークした3箇所の穴を開けていきます、はい、でこのカバーをつけて、リベットを打ちます、はい、まあ、その時もこの台座があるといいと思いますね。まずはカバーを挟ん で、 でリベットも、オスとメスがあるので、はい、下から、こう突起が出てるやつ、はい、で上からそれをこう押さえるやつね、はい、で穴開いてるやつね、これで押さえていきます。はい、こう緊張感あるけど、はい、一発で決めた方がいいと思います。はい、二発でしたっけ。あ、二発だったあれ二発だったでもなんかの優しくコン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 っていくよりもガチンって一発目で行った方が、そうなんですね、そうグッと入るんで。へー、これで完璧ですよ。はい、すごい綺麗につきましたね。バッチリです、はい、両方ともできました。はい、打ち終わりました。イエーイ、よし、完成しましたよ。はい、はい、貼って確認したいと思います。はい、はい、
大体のシールって、はい、使ったことある貼ったことあるっていう人はノーズから貼ってくるっていうシールがほとんどなんですよ、はい、そうノーズフック引っ掛けて、はい、で上からこうなぞれていくように貼っていくっていう、はい、コンツァーの場合はテールから貼っていくっていう。テールから。そうテールが固定なんだよね。あ、そうなんですね。テールフック作ってもうここはリベット打ってここはもう動きようがないから、はい、そうテールフック貼ってきてでノーズ側に貼ってノーズのこのマジックテープにノーズストラップをつけてこれで完成なんです。なるほど、ね、シリコンだからこう水滴がついてたりとか、まあ、大量に雪がついたりとかするとなかなかこう貼るのが困難でこう扱いがテクニカルって思ってる人もいるんだけど、はい、実際こうグルー面同士ベタベタしてる面同士を一緒にひっつけてもなんともないし、はい、イージースキンセーバーって、前回でも説明したあの袋ね、はい、袋、はい、そうこれも必要ないし、あ確かにそう結構扱いはテクニカルだけどシンプルで、はい、余計なものあんまりいらないっていうか、はい、そうでそのクリーニングスプレーでベタベタがこうちょっと悪くなってきたらまた復活させるテクニックもあるし、はい、一緒にこれついてて、はい、これ何かっつったらなんかウェットティッシュっていうか汗拭きシートみたいになってて、はい、それにあのクリーニングスプレーのその液がこれにこう染み込んでて、あ優しい。山でも瞬間的にこうベタベタを復活させることとかもできるんだよね。へそうこれワンペア入ってて、はい、これ別売りで880円でも売ってるんだけど、あそうです、ね、これすごい便利で、そうですね、そう、うん、これはもうザックに入れて持ち歩いてる人たちも結構多いから、はい、うん、これ一緒に山に連れていくといいと思います、ね、はい、はいはい、ということで、コンツはこれで完成しました。はい、はい、続けてポモカ、やりたいと思います。はい、お願いします、はい、続きまして、はい、最後のブランドです。はい、ね、ポモカ、ポモカ、はい、これをちょっと説明してカットしていきたいと思いますよ。はい、はい、ちょっとこっち側もカットして貼った状態なんですけど、お出来上がってるやつですね、はい、これ横に並べると、はい、またこうノーズの太さとかテールエンドのテールフックのところの形状ちょっと違うので、あ違いますね。そうなんですよ、これまた洗いのこだわりのこう雪が噛みづらい感じの、はい、優しい優しい俺かバファリンまた言ってるけどまたそれも交えてカットしていきたいと思います。はい、はい、でこれシール本体が、はい、でこの裏にこうシートがついてるんですけど、はい、チートシートってね、はい、これ保管するときに必要なので剥がして、これは剥がしたカスではなくて、はい、これまた収納するときに使うので、これ捨てちゃいがちだけどまた捨てないよ絶対取っとかないとダメなやつですね。保管するときに使えますからね。はい、はい、でこれスタートからコツがあるんだよね。はい、いきなり。そう、いきなり。こう、シートを、こう、剥がすっていう、結構粘着強くて、うん、ギューッと引っ張る感じなんだけど。あ、ほんとだ。そう。これ、強く引っ張って、このチートシート、このビニールが伸びてしまうんだよ。ああ、はあ、はあ、はあ。これ、実はこう、ひっくり返して、はい、この、シートシートビニールの方を押さえてシールの方を剥がすと簡単に。あ、なんですかこれ。いやこれで分かんないね俺もめちゃ簡単。そうなんですよ、某札幌のスキーショップの友達にこのコツ聞いて、はい、そうなんですねそう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 、このチートシートの方を剥がすんじゃなくて、はい、チートシートを押さえてシールを剥がすっていうのを聞いて、俺もうおすげえなったんだけどいやだってさっきの見栄えと全然違うんですよ。そうそう、全然力いらないんだよね、こっちの方を剥がすと。不思議、なんでか分かんないんだけどね、まあ、これは俺もびっくりしたっていうね、はい、あと収納するときに使うんで、はい、捨てちゃダメですよ。捨てちゃダメだよこれね、はい、このポモカも、はい、専用のシールカッターがついてるので、はい、これね、ああまた形状がちょっと違いますね。そうなんですよ、これも専用カッターなので、はい、エッジに当ててカットするとカッターの刃がエッジ分内側に入ってるので、はい、そのままシールを使う状態で貼っても OK OK っていうね、いきましょう、はい、カットします。はい、当てがった状態で引いていきますよ。いいかな、
おお、ちゃんとエッジが出てますね。そうなんですよ。このトモカのこのシールの特性は、はい、これシール面同士ひっつけても大丈夫なんだけど、はい、剥がすのがもうめちゃめちゃ大変なので、はい、それだけがもうちょっとネックっていうか、はい、こう貼って剥がすのが、はい、ああなんか筋トレみたいになってますけど、なかなかすごい力だからこれ女の子結構厳しいと思うんだよね。ですね。そうなので、後で説明しますけど、はい、このイージースキンセーバーっていう、はい、こう袋状になってる、まあ、この袋を手に履いてシールを収納するっていうものなんでね、これね、はい、そうこれ後で収納するときに、ちょっと説明したいと思いますが、はい、これを使った方がいい。自分の周りでも結構使ってる人もたくさんいる。はい。ポムカでもね。はい。あとで説明します。はい。そしたらこうちょっと雪が入りそうなところの余分なところをカットしていきたいと思います。はい。はい。よし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 。ちょっとね。おお、はい。すごい。丸く仕上げる感じですね。そうなんだね。そう。こう鋭角になったりとかすればするほどそこから雪が入りやすくなるので、できるだけ自然な R に仕上げるんだよね。はい、うん、おお、角が取れました。そうそうそう、ね、はい、角張ってるとか。そうですね、うん、落としちゃいます。はい、はい、これで完成。はい、美しい。いいですね。はい、でさっきのあのイージースキンセーバーっていう、はい、収納する袋、はい、うん、ちょっと説明したいと思いますね。はい、これ今年私使ってるシールなんですけど、はい、はい、これちょっと袋に入れてみたいと思いますよ。はい、ね、はい、これが、そう、これ筒状になってて、これ、おお、ね、本当ですね。こう手入れて、はい、で一番ドン付きのところでこう握れるように、はい、はい、手で確認しますね。はい、でテールから、はい、ここ握って、はい、でひっくり返しながら、まずこの3分の1を、はい、この袋の中に入れてしまうっていう。あ、全部じゃなくて、そう、まずね、3分の1ぐらいの長さまで入れて。そうそうそう、まあ、この袋のいっぱいいっぱいの長さっていうことなんだけど。あ、はい、ちょうどこう袋分。そうそうそう、あ、本当だ。まあこんな感じね、はい、はい、でシール同士がひっついたらまた剥がすの大変だから、はい、この切れ目からちょっと上のところを折るような感じで折り返す。はい、はい、ちょっと余して折り返す。だからもうこっちにこう袋の外側にもうシールを貼ってるような感じね。ああ、本当。はい、でさらにこの余ってる方を、ああ、折り返す。折り返してこれに貼るっていう。はい、うん、でまあ折って折ってって言ってこう小さくなってしまう。へえ。このままバックパックとかに入れちゃうと。そう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 。へえ。だから滑りに行くときはもうこの状態で持ってくるんだよね、山にはね。へえ。例えば吹雪いて強風で雪が降ってる中で、はい、このチートシートって言われるこのシートにビタッと貼るのはやっぱ不可能で無理なんだよね。あ、そう、これだったら手に履いてとりあえずこうベラベラベラひっくり返してそれに貼って貼って小さく畳む、折りたたむっていうぐらいだったら、これ現場でもこう作業がしやすくなるっていうか。そうですね、うん、かなりの確率でこのイージースキンセーバーをみんな持ってるので。ああ、いや見たことありますもん。そう、スプリットボード用はこのイージースキンセーバーファットって言って太いやつね。はい、スキー用はノーマルのちょっと細めのタイプのやつも出てるので、はい、はい、あのスタンダードの細いやつとファットでは色も違うので、なんとなくこうファット用とスキー用とスプリット用とスキー用っていうのがなんとなく区別されてます。はい、はい、これとても大事です。はい、でツアーから帰ってきたら、滑って帰ってきたら、陰干しして、はい、水分きれいに取って、はい、さっきのこのチートシートっていうこのビーンのシートにきれいに貼って畳んで、あー、なるほど、ケースに入れてしまっておくっていう。イージースキンセーバーから剥がして
これに貼りに行って、これに入れると。そう、保管するときはね。なるほど。で、滑りに行くときは、この状態で、前日にこの状態のにして用意しておくんだよね。ああ、その状態で持っていくっていう感じですね。でも、シーズン中はずっとこの袋に貼っとくのは正直言ってあんま良くないので。ああ、そうなんですね。まあ、なんならこれに貼るとか、万が一捨てちゃったりとか破れたりとかしたら、クッキングシートとか貼ったらいいね。へぇー。G3 の時にもちょっと言ったかな。要はあの、クッキー作る時の油紙みたいな。はい、はい、はい。あ、確かにそれ良さそうな気がしますね。カサカサしたシャカシャカした紙があるんだよ。はい。うん。100均でも売ってるから、はい、うん、あれもうロール状になってるんであれはこうシールの太さよりもちょっと幅広めにカットして、はい、それに貼ってしまうっていうのが剥がしやすくして、そう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 、うん、まあ保管はそれでもいいと思いますね。はい。で G3 と違って冷蔵庫保管は必要ないんだよね、このポンの考え。おお、そうなんですね。ポケタ箱とか、まあでも高温多湿なところはあんまり得意ではないので、直射日光が当たるところはできるだけ避けた方がいいし、はい、うん、まあ部屋保管でも全然いけるっていうね。はい。はい、以上で、はい、G3 とコンツアーとポモカ3ブランド紹介しました。はい。まあセルフカットして自分でシールを作ってみたい、作ってみるっていうところまで、ババッと説明しましたよ。はい。はい。ぜひ自分で自分のアイテムをこう用意してみてください。はい。はい。それではまた。ありがとうございます。ありがとう。